はい、こちら大石養魚場さんのプラチナ、2歳オスメス、サイズが14センチです。お願いします。はい、こちら2歳越えとなります。実績のある大石さんのプラチナです。ノーマルのプラチナですね。ギリギリプラチナではなくノーマルのプラチナです。ノーマルのプラチナの方が本当に人気はありますね。はい、こちらも昨年大石さんからですねプラチナを分けていただいた中から、厳選し1匹残していたプラチナです。もうその頃からですねとにかく綺麗で綺麗、もう真っ白、ね、真っ白なんですよね。動画の通りですね、はい、真っ白です。もしかすると動画より白いですね。そうですね。でもうなかなかいなくてずっとこれ大事に温めてきた声です。本当はもう全国大会用にスペシャルで東京大会スペシャルまでもっと来たかったような一匹なんですけども、まあ築店などいろいろありますので、いろいろ大会ありますが、優勝を狙っていくっていうお客様がありましたら大変おすすめの一匹となっております。結構個人的には自信がありますね。もう久しぶりに来たいいプラチナですね。もう尾の先、口先、目の周りですね、手の先、背びれ、尾っぽまで全部真っ白です。頭なんてもう何重にも塗り重ねたぐらい真っ白なので、おそらく写真や動画より確実に綺麗だと思います。今回の品評会スペシャルの中でも一番って言ったらちょっとあれですけど、個人的には5本の指には入ってます。はい、じゃあ掴みますね。優勝という意味では確率高いそうな声ですね、これはね。なかなかここまでのアップできますか。ボケるかもしれません。あ、少し上に上げるとこの白さが逆に見えないかもしれないです。すいません、お腹の方もこんな感じです。はい、全身真っ白です。いやでも綺麗なプラチナですね。はい、本当に頭全国球団、はい、ただこの先まで真っ白です。しむけもないですし、色も久しぶりにこう動画で見るより白いです。はい、ちょっと今見比べてみましたが、実物の方が白いですね。そうですね。これは普通のプラチナと並べても、普通のプラチナなんか緑っぽかったりとか黄色っぽかったりするんですけど、これはもう抜けて白いですね。はい。本当にこう水槽なんかで一匹いるといいかもしれないですね。だから全国店とかに初めて出品してとにかく優勝を狙いたいなというお客様がありましたら、一度こういったものを狙ってみるとチャンスかもしれませんね。はい、いかがでしょうか。こちら大石養魚場さんのプラチナ、2歳オスメス、サイズの方が14センチです。ぜひよろしくお願いします。